こんにちは、アマークの草直子です。今日はですね、昨年やって大反響をいただいたインナーとアウター、服との関係の、コンテンツから派生して、皆さんが本当にインナー選びに悩んでいるっていうことを組んだコンテンツを企画しました。インティミッシミから新発売、したブラジャー、エリとライラという名前なんですけれども、そちらをご紹介しつつ、私とあとはスタイリストの望月律子さんのコーディネートとともに、なんでこのブラを選んだのか、何がいいのかっていうことをご紹介していきたいなと思います。で、このブラね、素晴らしいの、いろいろいいところはたくさんあるんだけど、私たちはタイトルとしてマイナス1キロ痩せ見えブラと名付けました。その理由、その秘訣はまた、中の方でご確認いただけたらなと思います。最後までぜひ、楽しんでご覧ください。では今日のゲストで、スタイリスト、あとはね、ご自分でサロンアロンジーを主催されているんですけど、そして私の飲み友達、大好きな友達でもある望月律子さんをお呼び込みしたいと思います。律ちゃん、お願いします。よろしくお願いします。どうぞどうぞ、お座りください、ね、皆さん律ちゃんのことご存知だと思うんですけど、自己紹介とかしてみましょうか。はい、皆さん、スタイリストの望月律子です。よろしくお願いします。今日は下着のお話ということで、私も結構いろいろ悩んでることもあって、かなりこういろんなものを試してきたので、ちょっとそんなお話をさせていただけたらと思います。着手として、あとはスタイリストとして、なんかインティミッシミってどういう印象、どういう出会いだった？私はね、実は結構そのお店が日本にできる前に、結構イタリアにお仕事で行くことが多かったので、いつも、モデルの子とかが可愛いんだよって言って教えてくれて、で必ずイタリア行くときは行くようになったの。そうなんです、今ね、りっちゃんが言ってくれたみたいに、インティミッシミってイタリアのブランドで、実は全世界53カ国1730店舗以上あるというメガブランドなのよ。私ね、実は何を隠そう、下着のドロワーはほとんどインティミッシミなの。それでなぜかというと、本当にたくさんの種類が揃うということと、あとサイズ展開もものすごく豊富で、今全世界的に、例えばボディポジティブ、胸がフラットであろうが、グラマラスであろうが、全てそれは自分の個性で愛すべき素材であるっていう風な、トレンドじゃない、なんかそれをすごく私はリアライズさせてくれるっていうか、すごく実感させてくれるブランドで、なんかだからね、ほとんど の下着の引き出しはインティミッシミで、実はね、親子で使ってる。娘さんもね、今回新しいね、コレクションというか新しいモデルが出たんだけど、エリ、ライラという名前がそれぞれについていて、またそれがすごくこう自分と親しい感じがするのかなと思うんだけど、マイクロファイバーという素材を使っていて、とてもシルキーで柔らかくて軽いという素材を使ったブラなんだけど、2種類ね今回あって、このホックがあるライラっていうモデルと、ホックがないエリというタイプ、2タイプがローンチされたんです。でこれがサイズがですね、ちょっと両方違うんだけど、エリの方が、ホックなしの方が XSSSMMLL、エクストラ L4 サイズあるんですね。でこっちのライラの方は SML と3サイズある、そんなブラジャーになっていて、なんかこのマイクロファイバーのこの、なんていうの、この第二の肌みたいなね、しっとりとしたね、りっちゃんどう、使ってみて。いや、ちょっとびっくり。私いつもデザイン性のある、そのキャミソールとかこう、やっぱり可愛いじゃない、いつもデザインが、インティミシミって、そうだから、そういうものばっかり見てたんだけど、このシンプルで、でも実際つけるブラって、私ちょっと胸があるので、あんまりこうデコラティブなものだったりとか、ちょっとお肉を結構拾っちゃうものとかだと、どうしても綺麗にお洋服が着れなくって、いつもね、こうなるべくつるっとしたものを探してたんだけど、なかなかないんですよね。そうだからなんか今ねちょっと感動って感じです。そう、嬉しい。と、ね、私ね、やっぱりちょっとホールド感が欲しいので、いつもね、ワイヤーのあるものを絶対に探していて、でワイヤーでフラットのものって本当にないんですよ。そっか。そうで、なんだけどこれワイヤー入ってないんだけど、すっごいホールド感があるの、それがびっくり。こういうのって大体ちょっと流れちゃったりとかして、胸の形がキープできなかったりするものが多くて、これねつけてみたら、ね、ワイヤー入ってるんですかってさっき聞いちゃったくらい、キュッとね、なんか
体にフィットするとこうやってキュッとね、うん、あのなんていうの、その硬さというか別にか、うんうん、あのつけ心地がどうこうじゃなくて、うんうん、すごくソフトなんだけど、うん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 、ちゃんと上げてくれる感じがして、うん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 、ちょっとびっくり。なるほどね、うん、あでもすごくよくわかる、うん、なんかねあのセカンドスキンエフェクトっていうあのそういった名前が付けられてるぐらいで、まず肌にすごく一体化するから、なんかそのブラジャーだけが浮いちゃうとか、あと服にものすごく影響するとかっていうことがまずないんだよね、うん、で自分の動きに合わせてあのきちんとホールドはしてくれて、自然に寄せてくれて上げてくれてるんだけど、締め付け感がなくて、うん、そしてあの速乾性も高いから、なんかこれからどんどん暑くなっていくじゃん、梅雨とか夏とか、汗かくしね、もうそういった時って本当に嫌だけど、うん、それも解決してくれる、うん、サラッとしてるけど、なんかこう軽いだけではない何かがある感じがする。わかる。でね、実はね、りっちゃん、私たちこれ、うん、何度も私サンプル使わせていただいて、はい、このブラジャーのいっぱいいいところはあるんだけど、最もいいところをタイトルにしようって言ってタイトルを考えたのが、マイナス1キロ痩せ見えブラなんですけど、その辺はどんな風に感じた？いや、とってもいいと思います。やっぱり胸の位置とか、うんうん、やっぱりちょっとした寄せ方とか高さとかってすごくこう体型にあの影響してくるっていうのは、やっぱりお洋服着ててもスタイルがよく見えるかっていうところにもすごく影響してくると思うんですけど、うん、案外こう今ってほらキャミ、カップ付きキャミとかってみんな楽ちんだから、うんうんうん、でもカップ付きキャミって自分の目で見てると位置が下がってることにあんま気づかない。気づかない、わかる。私一回ね、自分で撮影で失敗したことがあって、ご自分をモデルとして、はい、撮ってもらうとき、そうです、うんうん、あの今シアーな結構ブラウスとか多いじゃないですか、うんうん、その時にこうカップ付きのキャミで、あれはなんかシアーでキャミが透けてるからそんなに気にならないんだけど、うんうん、撮影の時に次のお洋服着る時もういいやと思って、うんうん、それで来ちゃったの、うんうん、そしたら写真を客観的に見た時に、うん、明らかに胸がガンって下がってて、うん、でも自分で見てると分かんないの。なるほどね。そうだから実際リアルに着る時って自分じゃ分かってないんだなっていうことをその時自分で気づいて、これはいかんと思って、まあ、普段あんまりカップ付きキャミはつけないんだけど、うんうんうん、やっぱりこ の, あのブラの大切さっていうのをすごいしっかり感じた体験だったんですよ。それは分かる、うん、でも確かに客観的に写真で見たりするとすごく分かるかもしれないね。そうなの。でも分かんないの、普通に見てるだけじゃ、鏡で見てるだけじゃ。なるほどね。そう、あ、面白いね。だからあの心地いい緊張感はありながら、だけれども 100% ストレスフリーっていうのがあのまたこのブラジャーの、ね、特徴なのかなと思います。で今りっちゃんすごく面白くて、おそらくバストのある方ってバストの位置だったりとか、あと、どれだけ自然に寄っているかとか、 そうですね、そういったことがすっきり見えるか見えないかにかかってると思うんだけど、うん、あのまた別の私みたいに少しこうフラットな人、あの上半身がすごく削げてるタイプだと脇肉があるだけでちょっと太って見えるのね。あ、なるほど。なので他が華奢だからね。そうなの、目立っちゃうの、うんうん、だから、うんうん、この脇肉をこのエリもライラもこの太めのバンドがきちんと押さえてくれるの、うん、でこれだけでだいぶ違うから。でブラジャーつけた時って必ず正面、あとサイドで後ろも絶対見てほしいんだよね。この脇肉って意外といろんなところに出てるので、それがないだけであの私の場合は、うん、とってもすっきり見えるなっていうのは実感した、うん、あでもね、それ本当胸の大きい人もそうだと思う。やっぱり胸の大きい人って、まあ、私は特にあの華奢なタイプではないので、胸があるっていうことプラスこの上半身のボリュームでやっぱりこう体が大きく見えるんですよ。だから胸をいかにこうキュッとコンパクトに見せるかっていうのがすごい大事 で、うんうんうん、でこういう脇のお肉とかもすっごいやっぱりこうモコって乗っちゃったりするのよね、かなコールドしようとすると、特にこういうさなんかこうタイトな、ね、トなでも今度好きだから私を、うんうん、そうだからやっぱりここ の, あのこの太さっていうのすごい大事で、うん、こっちのライラはホックがさ4つついてる、うん、4つだよね。4つ、そうなの、4つついてる。そうだから結構きちんとしっかり止まってくれるから、うん、これもすごくね影響してるなと思った。確かに。で、うん、このフックもだいたい1個、うん、2個か3個ぐらいしかないじゃない。そう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 。でもここまで 4個もあるから、うん、例えばあのぴったりしたニットを着るときはこの真ん中ぐらいにしようとか、あとは緩いニットを着るときはもうちょっと緩めてもいいかなとか、うんうん、そのあの着て自分の裁量にかかってるのもすごくいいなと思った、うん、でこれりっちゃんさ知ってた、これ外せて、こうやって外せて
あの付け替えることができるんだよね。あ、クロスにね。そう、クロスにできるの。なるほど。なんかそれもすごく、確かに、例えばバックオープンのものだったりとか、うん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 、なんかそういうものの時も使いやすいなと思って、とっても優秀だなと思ったんだよね。そうだね。そうなのよ。なんかインティミッシミのさ、ランジェリーつけてるとすごくおしゃれが楽しくなるんだよね。なんかあのもうつけたそばからすごく気持ちが上がるし、うんうん、あと私は何よりも本当に体に合ってるなって思うんだけど、こんな風にして使うこともできる。ちなみに私今日シルクのオフホワイトのブラウスを着ていて、これに合わせているのがホックアリのライラの、ベージュ、そしてサイズはちょっとだけね、あのリラックスしてつけたいので、私は M をつけてます。りーちゃんは？私も、ライラホックアリの方ですね。これのブラックの、L をつけてます。はい。でサイズの、ね、選び方なんだけど、うん、まあ、あの下着なのでやはりあのサイズ表をもちろんご覧いただきたいんですけれども、なんとなくの目安としては、私が大体、まあ、ブラジャーによるんだけど B か C の時は、あのゆったりつけたい方は、ライラだと M がいいかなというふうに思います、うんうん、ただサイズ表をちょっと見ていただいて、ね、あの選びいただくのがいいかなと思うんだけど、オンラインで買う、店頭で買う、あのいろいろな買い方がインティミッシミってあって、あのもしサイズが合わなかった場合は、交換もしくは、返金という形で、あのちょっとその買い方によっても違うんだけれども、あのできるので、最初にインティミッシミトライする方は、あのそれも一応頭に入れて、あのお買い物していただけると安心かなと思います、うん、でショーツ、ショーツ、ね、ショーツも、はい、なんかりっちゃん気に入ったのあったんだ。そう、これはね、うん、ちょっとお素材がコットンなんですけど、うんうんうん、私あのやっぱりこう、ここのラインが、うん、下着のラインが、ショーツのラインが響くのがすごい嫌で、うんうん、結構こういうあのシームレスのものをすごい履くんですけど、このコットンでシームレスってすごくいいなと思って、だいたいこう素材がちょっといろいろ入ってたりすることが多いんだけど、うん、すごいねサラッとしてるの、一瞬そんな風に見えないんだけど、ちゃんとコットンの柔らかい感じ、うん、かこれはね、うん、なんかベージュでこのレースが同色なんだけど、でもやっぱこのデザインがあるだけで全然見え方変わるよね、うん、あとなんかこうやって合わせても可愛いし、これもいいね、可愛いよね、このレースの色とこの、そうそうそう、あってのリンクしてるの、そう、そう、なんかね、ショーツの種類が多いのも、うん、私は本当に使い勝手がいいなと思っていて、これ私何種類も持ってるんだけど、ちょっと大きささんっぽい前がレースで後ろはシンプルなんだよね。なので、あの響きはしないけれども気持ちとしても上がるっていうショーツだったりとか、すっきりな、これも全部持ってる、私マイクロファイバーの素材で、これはまさにあのこういったセットになるんだよね。はい、ちょっとこうニットワンピとかね、あのスカートとかって結構このね、後ろ姿で響いてる人多いんですよね。確かに。あとヨガの時もすごく良くて、あのスポーツする時なんかも私はこれを着たりしてるんだけど、うん、そうそう、シームレスで言えばこれもシームレスなんだよね。そうだね。そうなのよ。縫われてないから、あの縫い目がこう例えば肌に当たっちゃったりとか、うん、お洋服に響いたりすることもないのも、うん、あのとってもいいなと思いました、うん、そっか、それもあるね、うん、なんかすごいこうノンストレスな感じ。あ、そう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 、ね、だからこのフックのないものなんかに関しては、襟の方はそれこそ運動する時とか走る人とか、うんうんうん、なんかそういう人にもあの、うん、おすすめだし、あとヨガされる人とか、ね、なるほど、いいね、すごくいいと思いました。エリとライラ最高です。はい、あのこの良さをね、もうすっごい長い尺を使って今説明してしまったんですけれどもあの実際のね、スタイリストならではの、まあ、実際のそのお洋服との関係性みたいなものも、あのぜひご紹介したいなと思いますので、コーディネートとエリもしくはライラの、はい、ある意味コーディネートスタイリングもあのお見せしたいなと思います。これは仕事に向かう時のコーディネートなんだけど、はい、めっちゃかっこいい。かっこいいでしょこのシャツの着方めちゃくちゃいい。私ね、やっぱねシャツが大好きなんですよ、うんうんうん、もうブラウスより断然シャツ、しかもね、うんうん、開けたいの、うん、ちょっと胸があるくせに開けたいの。いや、いいのよ。そう、海外の人みたい、外国人のマダムみたいですね。いいよね、素敵。私も大好き で、 うん、そう でもね、やっぱりね、あの普段だったら私、うん、まあなるべく響かないブラをつけるんだけど、プラスこれにキャミソールとかつけないようにしてたの、うん、そっか。そう、でもね、もう1枚で全、さっき、ね、奥さんにめちゃ褒めてくれてたよね。すっごいこの V ゾーンがかっこいい。そう、 V のところも綺麗に、うん、あのきちんとこう見えないように開いてるし、うん、プラスやっぱりこの
脇のさこの綺麗さもだから1枚でスタイルアップして見えるし、うん、こう透けないっていう、うん、なんかちょっとびっくり。いやシャツが全然変わったからびっくりした、うんうん、まあちょっと2人ともパンツになったね。そしてね、あそうだね、うん、歩くからね。そうね、お仕事の時はね。そうね、そう私はね、うん、あのちょっとシアなトップスに合わせたのがホックなしの方のエリーの、M のブラックを合わせてるんだけど、うんうん、やっぱりシアなトップスが私は大好物でよく着てるじゃん。でバンドゥー合わせたりとかいろいろしてるんだけど、うんうんうん、お仕事に行く時って、うん、あんまりそのシアー感をことさらセクシーには出したいわけではない。だけどこの軽やかさとか、うん、なんかこ の, あのセンシュアルな感じは大事にしたいなって思う時にちょうどいいのがこの襟なんだよね。確かに。いや私ね、うん、透けるのに合わせるのってどうなんだろうって思ってたんだけど、うん、全然やらしくない。そうなのよ、全然やらしくない、ね、らしくない。なんかね、それなんでやらしくないのかって思ったんだけど、うん、まずねホックがないことは大きいと思 う, そう、ね、ホックがあるとやっぱ下着になるんだよね。確かにね。これ完全にインナーウェアなのでホックがないということと、あとレースとかの当たりが当然ないこと、 V が程よくあのここが空いているということと、あとこの上のストラップが平たい、それもすっごい大きいかなと思いました。なのでこういったシアなトップスを、まあ、お仕事に着ていく時なんかはあのエリーがすごくいいなと思って。で両方ともさエリーもライラも、うん、パッドをもうちょっと足したりできるんだよね、うん、なので左右差バル、あのバストの左右差がある人とか、あとはちょっとこう胸が空いているドレスをもう自信を持ってかっこよく着たいなんていう時が、うん、例えば逆にもう1枚入れたりとか、うん、そんなことができるのもすごくいいなと思った、うん。リッチョン全然響いてない。そうなの、私はね、うん、ライラライラライラのホックがある方です、うんうん、でやっぱり胸元を開ける時ってどうしても結構寄って、うん、あの谷間が見えるので、うんうん、少しね緩めるんですよね。あーホックをじゃあいつもよりちょっと緩めてるんだ。そうそうそう、1個さっきよりもさっきよりってかいつもよりは1個緩めるとこの胸のこのちょっとこう寄る感じが少し和らぐから、かといって横にすごい流れるわけではないから、やっぱりこうお洋服着るものでこうやって変えられるっていうのもこの、 あのライラの、 あの4つのホックでなんかいろんなことが叶えられるなと思った。私たちのためにあるようなものだね。そうだね。いや分かりやすい。そっか、なるほど。色は？色はねこれ。全く透けてないけど。あとねベージュ。ベージュか、うん。やっぱり白の時はベージュが一番透けないよね。いろいろ試したんだけど、やっぱりベージュの方が、うん、あの私ベージュが一番いいなと思った。あの、シルクよりも私はベージュの方が白シャツにはおすすめです、うん。なるほど。はい、私ね実はベージュのあのマイクロファイバーのブラジリアンタイプをあの履いてるんだけど、これもともとものすごい透ける素材なのよ。うん、で当たってるのね、これインナーなのね。あ、下着は全くこれ透けないから。本当だ。そうなの。へ、上が黒で今下はベージュをつけてます。そうなんだ、うん、こうやってねあの服に合わせてやっぱりインナーをコーディネートしていくのも大事だよ ね、うん、そうですね、はい、仕事バージョンでした。はい、りっちゃん、スポーツシーン、はい、はい、もう本当に使ってるやつを持ってきました、うん、スポーツシーンって何やってるの。スポーツ、私は、ウォーキングとランニング、うん、結構10キロくらいトータルで、すごいね、うん、まあ、そんな頻繁、そんな、ごめんなさい、あのたまにたまにごくたまにごくたまにやってます。はい、そう、あ、じゃあこれで、ね、ウォーキングしたりランニングしたりしてるってことね。そうです、はい。T シャツはそう、これはね、インティミシミのやつなの、うん、あ、そうなんだ、そう、優秀だよね、めちゃくちゃ優秀、ね、これね、うん、実はこう前後差もついてて、なるほど、そうで肩もね、そんなガツンと落ちてないから、うんうんうん、なんか今みたいにスポーツでこういうフィタッとしたあのアウターと合わせてもモコモコしないし、でもあの一枚で着てもちょっとボクシーな感じだから、うんうんうん、なんか結構スポーツだけじゃなくても使えるっていう、うんうん、なるほど、そう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 、感じなの。そっか、そう、なんとなくグレートーンでまとめて、そうね、そうね、このオレンジ色のこれが可愛い。そう、これをね、いつもね、うん、携帯とか入れて音楽聴きながら走ったりしてます、うんうんうん、あ、今つけてるね。私はね、うん、今ね、エリのブラックの、うん、エリのブラック、うん、ホックなしね、ホックなしの、うんうんうん、XL をつけてます、うんうんうん、あのまあ、ホールド感もあるんだけど、うんうん、なんかあんまりキュッとしすぎてると、うんうん、ちょっとやっぱり運動する時って窮屈だから、私はなんか案外少し緩めな、うん、こういうか緩めというか少しリラックスしてる方が運動の時は好き、うんうん、なんか走ってる時ってあのバストが大きい方ってちょっとこう、うん、なんだろう、揺れとか、はい、なんかそういうの気になったりすると私は聞くんだけど、はい、そういうのってどう？あのね、一時期はね、本当にスポーツブラのギュッとしたのしてたの、動かないように。なるほど。そうなんだけど、やっぱり窮屈で、うんうんうん、なんかこう腕を振るじゃない、うんうんうん、なんかそれがちょっとね、結構違和感が私はあって、うん、
だから私はこの襟の、 あの XL がすごくちょうどいいなと思った、うんうん、なるほどね、そっかそっか。私も同じく襟をつけていて、はい、襟の、パール色って言われるあのオフホワイト、あの本当に綺麗なホワイトとグレーのちょうど間ぐらいな感じ、うん、と、あの M をつけてるんだけど、うん、だからジムに着いたら、うん、まあ、このジャケット脱いで、うんうん、T シャツなりタンクトップなり、うん、であのマシンピラティスを今やってるんだよね。人気あるよね今もね。こういったあの T シャツでやることもあれば、うん、襟ホックがないから、うん、あのブラトップっていうかスポーツブラトップとしても使えるんだよね、うんうん、なのでまあそのうちちゃんとお腹閉まってきたら襟だけで下はパンツとかヨガパンツとかでできるかなっていうのは思っていて、あのパール色っていうのがやっぱりあの白い T シャツを着た時も嫌な透けがないし、あと私日焼けしてるから、うん、あのちょっとパールっぽいホワイトがすごく日焼け肌に映えるような気がしていて、速乾性も高いから汗かいた時も、うん、あのベチャッと気持ち悪くないから、うん、あのあれをつけてるんだけど、私ちょっと透けてても全然いやらしくないね。あ、そうね、あの V がまたこうね、ちゃんとこう V になってるから、うん、あの確かにそんなにいやらしくなくて、なんか前はさこういう T シャツ着てた時って、うん、ヨガする時ってあのそれこそスポーツブラとか、あとはね逆に私もうちょっとゆるいのつけてたんだけど、そうするとねちょっとやっぱり居心地が悪いんだよね。であの胸もちょっとこう動いちゃったりとかもするから、あのそこからねもうそういうブラはやめて、うんうん、はい、もうこれからは襟一択でいきたいなと思っておりますはい、りっちゃんディナー、はい、素敵じゃないですか。奥さんも素敵、モノトーンというか、まあ、グレーは入ってる、ね、はい、バックがこうやって色が入ってるのか、ちょっとマスタードカラーとちょっと実はこれも深いグリーンなので、そうこれ黒じゃないんだね。そうそうそうにしてみました。わー素敵で、シルクのトップス で、 そうです、はい、ジャケットを肩掛けで、はい、そうですね、うん、そうちょっとシルキーなトップスとか入れるとやっぱりエレガントになるので、うん、結構こう取り入れること多いんですけど、うんうんうん、どうしてもこう下着がねこういう時ってブラ、うん、じゃあめちゃくちゃ大事なので、うん、そうレースとかだと当たっちゃうもんね。もうすごい出ちゃうから、うんうん、まあ、より拾いやすいし、うんうんうん、そうあのつるっとしててもなんかこの、 あのストラップのところとかがこうポコッと出ちゃったりとか、それこそこう脇のあたりとか、うんうんうん、結構気をつけなきゃいけない、結構落とし穴がある。確かに。落とすかなと思う。だからシルクの例えばエレガントさとかさ、うん、ちょっとこうセンシュアルな感じが、うん、レースとか何かが当たるだけで結構ぶち壊しになったりするもんね。そう台無しになるよね。そうそうか、今日は何つけてるんですか。私はね、ライラの、ブラックがある方ね、うん、そうです、はい、ブラックにしました、うん、はい、あのやっぱりちょっと胸元の形を少しキュッとさせたかったので、うんうんうん、あのちょっときつめにこれは、うん、なるほど、はい、ホックをね、はい、サイズはいくつだっけ。L です、 L です、ね、はい、L をつけてます、うんうんうん、でもつる全然響かないでしょ。本当に何のデコボコもない。そうなの、まあ、私こうやってディナーってやってるけど、うんうん、あのお仕事のね、うん、着るブラウスとか、うん、そういうのでもうまさにこういう感じで着れるから。ある。そう。なんかシルクってさ、女の人のこのちょっとこう立体的な、うん、なんか凹凸のあるボディラインに本当に綺麗にこうたゆたうように沿ってくれるじゃん。それがさ、下着が合ってないとそこで分断されちゃうから、うなんかこう一体化しているライラだからこそシルクが綺麗に流れるよね。そうなんかね、だってすごい綺麗。本当こうやってピッてやっても、うん、この胸元の凹凸とか出ないじゃない。出ない。本当だ。そういうのもさすごいなと思って。ストラップもどこにあるのってぐらい。そうなの。だってやっぱり動くからどうしてもね、うんうん、ちょっとこう引っ張られたりするじゃない。うんうん、なのにね、つるりとしてる。つるりとしてる。素敵。でも面白いね。私も実は、うん、あのディナーの時はライラにしたんだよね。そうなの。そう、なんかねやっぱりディナーの時って、うん、あの当然こう全ての人から見えるわけじゃないんだけど、やっぱりホックをつけるつけないっていう、こうなんていうのかな、いい意味での緊張感っていうか、こう背筋がクッと伸びる感じ、はい、またエリーのこうリラックスな感じとはちょっと違う、うん、それがね私はすごく好きで、うん、やっぱり下着ってブラジャーって女の人にとってなくてはならないもので、あの様々な選択肢があるからこそ、ちょっとそれこそホックでスイッチが入るじゃないけど、うん、キュッとね、私はすごくそうヒールを履くような感じよね。ね、背筋がこう本当に背筋がクッて伸びる感じ、あのお腹の下に力が入る感じで、それもすごく好きで、うん、私もライラにしたんだけど、うん、私はあのグリーンの、うん、これちょっとシアー な、ね、そうなの、お素材だからちょっとだから透けてるんだけど、うん、これもま
た配色が素敵ね。そうなの。何色？これはね、ベージュにした。でもなんかベージュっぽく見えないのは不思議。あのね、ベージュがまたね、イタリアンベージュなんですよ。そうね。コーヒーが一滴入ってるんですよ。なるほど、なるほど。あの肌色ではないんだよね。なるほど、さすが。ちょっとこっくりしてるよね。だからね、あのおっしゃる通り、なんか少し透けてても、うん、あのこの V がまた深いから、なんか決して下着せず、うん、だけれども少しこうほのかなあのランジェリー感があって、うん、そこも私はすごい好きです。うんうん、素敵です。ありがとうございます。はい、りっちゃん今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございます。どうでした？いやなんか結構感動です、うん、なんかこれデザインかわいいとかいうことももちろんなんだけど、うん、やっぱりこうつけてみて感じる良さって、うん、なんかすごいこう、まあ、つけてみないとわからないということもあるので、うん、皆さんにぜひ着してもらいたいなと思いました、うん、実感できた。わかります、うん、なんかあの需要力が高いっていうか、うんうん、なんかその人その人のこう個性とか、うん、まあ、バストの大きさとか形とか、なんかそういったことをすごくこう受け止めて受け入れてくれている感じが、うん、またあの着ている人にもその心地の良さが伝わってくるんだよね。つけてる人が心地がいいとやっぱりそのハッピーなバイブスって周りにこう伝わっていく、なんかそのくらい影響力がね下着ってあるから、うん、あのぜひぜひあのお店の方でご試着していただくか、あとはねあのエリーとライラに関しては私オンラインで買いやすいと思う。そうですね、うん、なのでサイズ表を見ていただいて、はい、試していただくといいんじゃないかなと思います、はい、楽しかった ねりっちゃんありがとうございますありがとうございましたじゃありっちゃんと私のこの掛け合いまた見たいという方はぜひ、はい、チャンネル登録をしていただきまして高評価ボタンもよろしくお願いいたします。りっちゃんありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました